ラン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 高原列車をラン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 行くよっていうこの歌を歌うことでランランランってできるんですよね。だから昔懐かしい歌童謡唱歌を歌うっていうことはこれ歌おうと思ってなくて航空ケア歌いながら航空ケアをしています。歌うことが口腔ケアになるっていうことで、これはもともとは口腔ケアっていうのは歯医者さんとか歯科衛生士の方が口の中の歯とかいろんなその治療されますけれども、あと音楽療法士の方とか音楽を今までいろんなところでこう指導してこられた方なんかがそういう音楽を使ってあと発音発声そういうものをすることで、まあ、頬が上がったりとかいろんなことで口の中が開きますよと、開いたことは非常にこう体の中のこう空気を通してしまうということで、歌うっていうことも意識しなくても声を出すことがとてもいい口腔ケアになっていますということでこのタイトルをさせていただいてます。これは始まっていきます。4つと2つで筋肉と3つでお口の働きっていうのは脳の神経の運動神経も感覚神経もあるんですけども、その3分の1以上を占めてるっていうところで、お口の刺激をすることによって脳のいろんな働きが活性化できる。そしてその先にある日々の暮らしですよね、生活ができる、その人がしたいような生活ができることにつながるんだろうなというふうに思っています。私もどちらかといえば物が食べにくいということはあるんですね。ほんでそういう面で今日こんなことをすればそういうことがなくなっていくんかなということで大変参考になりました。ともかく楽しく継続できる方法っていうのは自分にしか分かんないからやってみてもう一回評価してもらう。